はい、おはこんばんにちは、ゼロゲンと申します。ドラゴンクエストビルダーズ続きをやっていきます。前回ね、なぜか韓国島に、連れてこられて、そして、そこから脱獄しようということですね。はい、このスライム君が何かその脱獄の手伝いをしてくれるそうなので、じゃあ早速いきたいと思います。ここから抜け出してんだろ、仕掛けがあんの。ここじゃないの。調べられるとことか、あれ？ああ、これならパンチで壊せる。うえこれパンチでいけんの？わ、なんじゃこりゃ。ほう。お前のダチって誰よ？うんこちゃうの。はい、髪切れ。はい、脱獄計画。私は今夜誰一人抜け出すことのできない脱獄の王マーカス。ほう、まあさっさと抜け出したいからね、ここから。そうね、ないんちゃうの。もう1週間近くここにいるんでしょ。抜け穴ここちゃうの。あれ、これ素手で壊せるの砂だけなの。あ、そうなの。ほら、いい拳を持ってんじゃねえか。おお、ほら、痛い痛い痛い、ほら、せいや。よし、指導君がいればな。この土のところも後でなんか行かないといけないとか、そんなことになりそうやな。ハンマーさえあればな。お、こうやって進んでいけばいいの。よっしょ。この木箱も壊せれる。よいしょ。ここは囚人どもが寝ていやがるぜ。お、天国の炉。ここで燃やされるん。死して剣士、骸骨剣士ここで作ってんのっつうことは。そうだね、マピラごめんだね。宝箱がある。指導君いないと心細いな。お、
あ、船長。船長、こんなとこにいるやん。あ、これ全部死体？あ、そういうこと？寝てるんじゃないの？あ、そうなんだ。じゃあさっきの、あれももう死体なのか。つまり。はは。で、燃やされるのを待たされてるわけね、あそこで。ひでえことするもんだ。で、こっち？お。くんくん？ほう。あ、バレる。おい、そ、おい、船長、こら。にゃあ。なんだ、猫か。猫がなんでこんなとこにいるんだよ。一旦戻るのね。まあ、情報をね、探さないと。じゃあ、戻りますか。ほう。そうでしょ？サイユーが倒したんでしょ？ハー君。やすやすやす。へいへい。でも船長あそこに戻っていいの？急に人が増えて怪しまれるんちゃうの？あそこ隠れるとこないのに。まあいいや、とりあえず戻ります。おっ、鍵か。よいしょ。はい。じゃあ寝まーす。とりあえずハンマーさえあればなんとかなるんですけどね。ああ、また同じような一日が始まるね。うん？なんかバレた？いや、そんな早くバレないでしょ。ほい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 。うん？なんじゃ？どうしてワンテンポ遅れるんだと言われても、動けないんだからしょうがないでしょ。なんすか。ほう。ん？何のこと？エッチな本？何それ見たい。
誰かなんかあの本あれを見ようとか言ってなかったかな。こんなところで話すな。ここでこの離れたら怪しまれるでしょ。定位置の近くで。焼却場。ん？こう。あ、それ変わってくれ。いいよ。え、ちょろい。これで鍵ゲットできるじゃん。さっきのところどこに繋がってたんだろう。こっちは、あ、ここか。カクカクしかじか。あー、これでゲッチュー。おう、どこ、あ、こっち、あ、ここか。さっきここにいてるんだね。つまり、ほい、よし。へいへい。骨ロック。骨どっから拾うの？こっから？あ、これ？はい。あ、殴ればいいの？はい。あたた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 た。お。おお、薬草がある。なんで？なんで薬草があるんだろう、こんなところ。あ、火を防ぎずあるやん。めんどくせえな。よし。あ、これただのかがり火か。なんだ。これなんか使えたりしないのかい。うわ、袋なんもねえじゃん。それは船かな。ハンマーさえ見つければもうどうとでもなるのにな。終わりました。ああそんなこと言われましてもね。大きい槌。大きい槌？その大きい槌からやっぱハンマーパクればいいんちゃうの。もう割に意外とこの移動がめんどくせえ。無駄に広いからさ。はい、終わりましたよっと。で、お、なんだ。あ、名乗り出なかったの。え、え、私もですか。
情けない音。俺また裸になってない？ん？ん？あ、でかトロールさん、ボストロール？ほう。開いた。あ、ここ開いてるやん。はい。わあ、トゲトゲしい。おう。あれか、大木槌に会いたかったのか。とりあえず。あ、毒だこれ、痛い。これをどうすればいいんだ。ん？何もできない。何もできないよ。あ、大きい槌？ガルルルとは言うのか、大きい槌。俺誰してん？アークデーモンだっけあれ？誰もいない。倒したんちゃうの？ハオン。なんかよくわかんないな。お、夕べお楽しみでしたね。お。これちょっと寝返り打っただけでぶっ刺さるな。はーい。お。お。自分たちがああならないように。あ、本当だ、大きい槌だ。普通の大きい槌やな。お、あのハンマーさえぶっ壊す、奪い取れば。大木槌の大木槌のことだ。もうここここのセリフだけで大木槌何回言ってんだよ。ああ、仲間にしよう。甘いね。ああ、なるほど。鍵を手に入れればいいのかな。そうね、鍵さえあればね。こんにちは。はあ。
優しい。あ、ひろきょ風邪ひいちゃう。ガチャリンコ。あ、宝箱や。これは何ですか。何すか。あ、ここか。自分でバラしていくのか。クソ、ダメなのか。ん？そうね。まああとは船がどこにあるかだよね。うん？無事だったかい？お、キャベツ。ほいほい。長いなここ。ほう、はい、じゃあそこはとかいいのね。はい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 。あ、サボってよかったの？何俺クソ真面目にやってたんだ。うん。ないの？フライパンはそこにある。枯れ草も今手に入れた。苦きのこは適当に。などっかにあったはず。なんかあるかな。おい、できた。食うなよ。うん。ああ、これ木槌人形を作るんちゃうの、やっぱり。前作でも大活躍の木槌人形を作ればいい。うん、あ、仕立てたいがあんの。へえ、あ、ほんとだ。ほら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 、よし。オッケー。これなんかめっちゃ作っとこうぜ。これなんか多分空っぽ島でも使うと思うんだよな。てか仕立て台が欲しいね。作った作った。うん、ほい、すいません。ん？ああ。そんな図星を疲れたからって。砂でいいの？わ、砂でいいんですか？
船とか見えない、こっから。おう。ほいほい。どうす。こんにちは。シドウくん煽るの好きね。あ、これ砂足りねえな。これでいいか。埋めれば何でもいいんだろ。まあ確かにな。ああいうのも全部作ってるわけだからな、こいつら。うん。上から行けばいいんじゃねえのこれ。はいはい、はい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 、よいしょ。むちゃくちゃ言ってるな。はあ、お前。物作れって言ってるのなんやねんこいつ。物作りさせる気満々やんけ。はい。ほいほい。キャベツ10個になっちゃった。シドウ君いつまで大丈夫なの？食わなくて。そもそも食わなくても大丈夫なのかな、シドウ君って。はいはい。よし、ほら。チャオ。カクカクシカジカ。おう。ほいほい。お、いるね。ほう。いいよ。お。あ、見つかった。あ、そうなの？
あ、2段分ぐらいなら飛べるんだ。ほい。よいしょ。まあ、ここでしょうね。ここを渡っていくしかないやろうな。うん。いや、もうこれぐらいならいけるっしょ。よし。なんでこんな、アスレチックみたいなことやんなきゃいけねえんだ。よっ。ほいほい。あそこか。よっ。おっ。下空いてるでしょ、これ絶対。うん。オッケー。ほよん。ゲッチュー。こら、声を出すんじゃない。声を出すんじゃない。よし。これで。いるんかな。でも いそうにないな、誰も。よし、これを開ける。ほい。おお、暴れてる暴れてる。素手でやるしかないの。一回黙らせるしかない。おお、スラアタック。おっしゃ。おお。よし。で、この時間内に餌をやる。おお。割と簡単に仲間になったな。桃太郎印のきびだんごみたいやな、これ。でもこれ腕輪をつけてないと見ないんだよね、多分。え？名前つけんの？はい、名前はキズチンです。オッケー。これでこの木槌人形を置いとく。でけえな、こう見ると。うん。ただバレないように地下牢まで戻る。よっしゃ、やっとここまで戻ってこれた。ちょっとこの辺の砂とか全部取っときゃよかったっすね。ちょっとめっちゃ時間かかったっす。どっちだ。あー、カッポチも帰りたい。なんでこんなメタルギアみたいなことしないといけないんだ。よし、やすやす。おい、はいはい。いや、長えな。よいしょ。この韓国島、全然なんか。ビルダーズしてる感じもしないし、なんかすげえめんどくさいし、長いし、もう。あと、なんだろう、盛大な作業感に苛まれている。はい。じゃあちょっと、一体ここで、今回はここで切りたいと思います。ありがとうございました。